綾乃先生、洋平先生、おはこんばんにちは。おはこんばんにちは。初投稿です。ラジオへの投稿も初めてで、緊張します。はい、綾乃先生のことが大好きになって調べていくうちにアレキサンドロスのことも知りました。お、嬉しい。綾乃先生時代だ。どの曲もかっこよくて今では投稿前必ずバズオフを聴いています。テンションが上がっていい状態で授業が受けられます、そんな私は今年受験生です、前の学校でいじめに遭い転校したので1年遅れです、しかもコロナ騒ぎで例年とは違う受験のシステムに少し不安を感じております、家庭内でいろいろあってとことんイレギュラーな状態になっています、綾乃先生も洋平先生も今年は特にイレギュラーな1年だったかと思いますが、どのように対応されましたか。またどのように落ち着いた状態をキープしていますか、誰にも相談しづらいので教えていただければ幸いです。なるほどね。しっかりした、文章ですよね。まずそうですね、とても多分この文章をこう文字にしてる最中いろんな思いがあったと思うんですよ、確かに。でいくらね、その匿名で出してるとはいえその思いが蘇ってくるし、もしかしたらまたその蘇ってしまったことで辛いことを思い出させてしまったかもしれない、でもその一つ一つの過程が、人をより魅力的にしていくし、自分の追体験をする、そういったことって実はとても簡単にできそうでできないこと、それを今こうして自分を追体験しながら、今現在深呼吸を生きている方に対してまずとても敬意を、持ちます。そうですね、はい。コロナ云々のことはもちろんコロナ禍の中で、それぞれみんな一体どうなっていくんだろうと、ましてやエンターテインメントっていうのは不要不急であるもの、一番初めに弾かれてしまうもの、だけど気づいたんですよね。不急ではあるかもしれない、でも不要ではない、そうですね、ということを、それは学業もそうだしこれからの人間関係もそうだし人と人との体温を感じ合うっていうのは、僕たちも今目の前にクリア板が貼ってあって疎外感はないけどもどこかこれがいつまで続くんだろうかという小さな不安、ぼんやりとした不安はあるんです。だけどまずこうして僕は全ての第一歩だと思うんですよ、コロナもそうだしいろんなことを含めて僕はまずはその一歩を踏み込んだことに対して今僕自身も勇気をもらった、なんか本当にここからだなって、自分たちが自分たちでしっかりとハンドルとアクセルをしっかり踏むということを、多分今の僕を支えているし、もっと言ったら夢を語る、目標を形に変える仲間たちと共に、もう一度手と手を取り合って歩むっていうことがこの国の中にいる人間として、とても大切な第一歩になってくると思うんで、焦らず、そして一つ一つ大切にしながら噛み締めながら、綺麗事抜きで向き合っていけたらいいなと思いますね。はい、はい、そうですね。